自然災ライフスタイルチャンネルの竹内です。はい、今日はですね、大津渓谷の里の棚田に来てます。いやー、暑いそして綺麗いやー、そろそろね、穂が出てくるんじゃないかって、出水の時期を迎えましたけども、ちょっと梅雨っぽいぶり返しがありまして、危惧してたことが起きちゃいました。ちょっとこちら来てください。どこにあったかな。いもち病ですね。どこだどこだ、あれ、あ、ここ見てください。これ見れますか。葉っぱに黄色いなんかシミみたいな、赤くて黄色いようなシミが落ちている。実はこれいもち病って言います。まあ、正確には灰もちって言って、葉っぱにつくあのカビの病気です。いもち病ですね。それに対して今度出てくる穂についた場合には、ホイモチといって、最終形がホイモチなので、ホイモチが発生してしまうと収量が激減してしまいますし、その穂にイモチがつくってことは種もみとして使えなくなってしまうってことがあるので、かなり収量が落ちることと、地域に迷惑かける、あのカビなのでやっぱ胞子を飛ばしてね、いろんなところに行ってしまうっていうことと、もう一つはあの種もみが自家採取できないってことで、去年もね、やっぱりこう中山間で風通しが悪くてムシムシしてきて、そして雨が降る、もしくはあの中干しをしたりして、劇的に田んぼが変化する、そして稲がそれに追いつけないと、いもち病が体力が低下した時にね、我々の夏バテになっちゃうように、やはりあのこれから穂を出すぞっていう時につわり状態になって、お腹が痛くなったりするように、あの気持ち悪くなるように、稲もこれから出産を迎えようっていう時に、あの体調を崩す場合があります。で、今年ね、あのすごい猛暑で暑かったなと思ったら、今度さあ穂を出すぞっていう時に、また梅雨に逆戻りみたいな形で、まさにカビからするとやったー、高温多湿みたいな形でサウナ状態なんですね。で、稲が元気でこうやってツンツン上を向いてる場合には、そんなにかかる病気じゃないんですけども、窒素を養分を吸いすぎてこう垂れてきたり、もしくは茎が柔らかかったりすると、見てください、これここ葉っぱに水滴がまだ残ってるんですよ。もうね、日が高くなってきて、あの9時になろうとしてるのに、他の葉っぱは乾いているのに葉っぱに水が溜まっている。そうするとここにいもち病が居座ってしまって、このあとこれがレンズになってしまって、葉っぱを焼いてしまったり、もしくはあの茎の中に侵入したりっていう時に、この横に斑点ができる。これがいもち病の特徴なので、水滴が残るようだといもち病があの蔓延しやすい。これがね、朝日が出てきたらもうカラッと乾いてくれて、あの水がない状態、高温多湿じゃなくて乾燥してドライな状態であれば、カビはそんなに猛威を振るわないんですね。だけどもこういうふうに残ってしまうと、そこにカビがいて、それがシミのようにつくっていう形でどんどん増えていくんです。で、実際にね、周り見ていただくと、あ、ありますね、これ田んぼのあぜに生えているあのメシシバとかエノコログサです。これもイモチ病出てますね。なのでね、あのイモチイモチって言って恐れることはなくて、こうやって本来イネ科の植物はあの高温多湿になってくると、葉っぱの上に弱った葉っぱだったり、食べ過ぎちゃって肥満体になった葉っぱにこうやってあのイモチ病が出て枯らしていって、そして元気な葉っぱが出てくるって形なんです。はい、ところがね、やっぱりこういうふうに出てくるとですね、あのどんどん増えてっちゃう地域があるんですね。はい、で今日はイモチのね、初期状況と激増した広がった後を見ていこうと思います。ちょっとこれ見てください、これ、はい、これで、これは実はイモチ病が発生して止まってる状態、もう終わっちゃったんですね。大繁殖を経て終わった状態で、ポイントなの、この横に赤い点々が2つあるんですよ。この
大きな斑点の間に小さな赤い点がピュンってあるんです。これ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 がやばいんです。これはイモチ病の赤ちゃんなんです。この状態からこの状態に数日になってしまいます。だからこれはもう繁殖が終わった後なので、これ以上広がることはないんです。もしくはここから胞子が出て周りにこう赤い小さな点ができるとバーって広がるので、これはもう過ぎ去った嵐みたいな形で、まあよくはないんですけども安心できるんです。これなんです、この汗もというかニキビみたいな、こういうものがポツポツポツって出てくるとですね、こうなこういう状態になるんです。ポツポツポツって、そうすると一気に爆発的に増えて最悪こういう状態になるんですよ。ちょっとこれごめんなさいしちゃいますね。これどんどん増えてっちゃう。これがこの小さな赤ちゃんがブワーって広がる。そしてまた周りに赤ちゃんができてブワーっと広がる。だからこれ赤ちゃんの前兆で止められるといいんですけど、この前兆の時に中干しなんかをきつくしてしまうと、根っこがうわ水がなくなったって困った弱ったって時に葉っぱも弱るわけです。そうすると葉っぱが垂れる、垂れるとそこに水が溜まる、溜まったところに菌が増える、そして弱ってるからつけ入れすくまれるって形なんですね。だから中干しをね強くすればするほど乾くから、田んぼが乾くからカビが減るんじゃないかって思う方も多いんですけども、イモチ病が発生している田んぼは強い中干し禁止です。はい、まずそこが大切なところかなと思います。次にですね、じゃあどうすればいいのかっていうと、イモチ病が出てきた田んぼは稲を元気にしてあげる、もしくは葉っぱの上にある水滴が菌の温床になっているので、その菌を抑えてあげる。今日はねスーパースト注水イモチバージョンついに完成したので、試供品1みたいな形で皆さんもやってみて、よかったらね概要欄によかったよ、いや全然効かないよっていう場合に寄せてください。これイモチ病が出そうな時期に前もって撒いとくと有効です。もしくはイモチ病が出て劇場的に広がる前でにやっとくとちょっと抑えることができるんですね。ですので何もしないよりはした方がいい、もしくは前もってやっとくと効果が高いのでやってみてください。まず用意していただきたいのはですね、合わせて7リットルの水ですね。こちらバケツが小さいので今6リットルぐらい入ってますね。でここにもう1リットルぐらい入ってます、はい、で用意するものはお酢、スト注水の原液。このスト注水の原液って何かっていうと、酢、焼酎、木作液、お米の場合はね畜作液、竹の方がいいですね。もう混ざってるものを用意してください。そしてカルススト注水で紹介したカルス 100cc のお酢に卵の殻を1個溶かしたものですね、はい、カルシウムがいっぱい溶けているので、このカルシウムが溶けているお酢は細胞壁、細胞の硬さを決めるところはケイ素っていう容器だったり、細胞壁カルシウムだったりするので、カルシウムが溶けて吸える状態にしているので茎が硬くなるよう、もしくはカルシウムが含まれているので水分が飛んだ後に、カルシウムってアルカリなので、イモチ病は酸性なのでアルカリが大嫌いなんですね。なので茎を硬くしてアルカリで攻めるっていう、はい、あともう一つは愛媛アイ、もしくはEM 菌みたいな形で乳酸菌、悪い雑菌を抑えてくれる力を持った善玉菌ですね、はい、特に納豆菌とかが入ってるので、僕愛媛アイを作ってシュワシュワ言うまではこうやって半開きにしておくんですが、終わったらこうキュッと締めて 酸素を少なめにして乳酸発酵させています。じゃあこちらの方を用意してきますね。まずはスト注水の原液を混ぜたものを2杯入れます。 7cc ペットボトルの蓋、 7cc 1杯2杯、4杯まで入れることができるんですね、はい、で2杯にして、そして今回3杯目は
オスだけ、殺菌能力の高いオス、はい、オス、そしてカルス、よく混ぜてください。あのカルシウム分が沈殿するかもしれないので、はい、これはもうね、あの酸っぱくないので、ミネラル分としても加えられます。で最後に5杯目、はい、病気が出ている時なのでちょっとだけ、酢が強い状態にしています。そしてこの愛媛藍を、善玉菌を入れます。はい、スト中水原液を2杯、お酢1杯、酸っぱいスト中水ができました。そしてそこにカルスっていうカルシウムを添加した細胞壁を強くするものと、悪い菌を抑えてくる乳酸菌などを主体とした善玉菌、これをね入れたものをこちらに作ります。で、あのじょうろでもいいですし、噴霧器でもいいです。はい、こちらに入れてきます。でこのね、あの今日は撮影のために、あの日中行っていますけども、朝日の出から1時間以内がベストです。そして夕方日没後がベストです。いもち病はですね、朝露夜露が葉っぱの上に残っている時に病気が広がってしまうので、朝夕の朝露のある時にこのスト中水、スーパースト中水いもち対策用を撒いていただくと、その撒いたことでお酢とか愛媛藍とか善玉菌とかカルシウムが含んだ、とてもいもち病が住みにくい殺菌してくれるようなものがかかって、居心地が悪いし、今度乾いてきた時にいもち病が広がりにくい状態を作ってます。そしてまた酢焼酎木作ケーキ畜作ケーキなどには、稲を元気にするアミノ酸であったりミネラルであったりカルシウムだったりがこの場合含まれているので、そうすると稲そのものが元気になるので、風邪をひきやすい人ってやっぱ体調を崩した場合ですよね。いもち病も体調を崩した時なので、いもちだけを追いかけるのではなく、稲を元気にして菌をちょっと弱らせるってことをやっていこうと思います。じゃあ実際にね、この鶏飯からやってきます。こちらからね、向こうに向かっていきますね。こんな感じです。朝の4時半から6時ぐらい前の間、夕方は5時から7時ぐらい前の間に、こんな感じで、はい、びちょびちょに葉っぱを濡らすというよりは、噴霧器で霧状に今ついている水滴に菌が増えているところにちょっと待ったっていうことをさせるのと同時に、稲が元気になるように葉面散布してあげるような形でなります。はい、まあ田んぼの中に入ることもありますけども、基本的にあぜ際が一番いもち病かかりやすいので、あぜ際でいもち病が出てきた時に真っ先にやる、もしくは出てきやすい地域の人は梅雨の前後にはもうやっている、雨降る前にやること、雨降った後にやること、これもすごく重要で効果的です。ぜひ無農薬の自給用のお米がね、少しでも安心安全で種もみまで取れる、自家採取もできるように、こんな対策もしてみてください。またねー。